あれ今さ、あのショールームの移りがさ結構コメント来るからさ、自分で確認あれでできるなって思って、もう一個のスマホでできるなって思ったけど、 Wi-Fi 2台じゃないだとめっちゃ重くなっちゃうんだよね。できるかな。あ、でもパスワードが分かんないな。何したっけな。本当に何時までやろうかな、もう終わろうかな、ちょっと迷い出しましたね。広島駅のターミナルにいっぱいお好み焼きの店あった。広島駅、ああ、る、ありますありますありますね、あります。広島駅もあるし、でも本通りもありますね。うん、今日はね、ちょっと大人っぽい着ていますね。なんか最近の生活リズム的にめちゃくちゃ昼夜逆転生活の毎日だったのでですね、非常にですね、もうね、寝れないんですよ夜が。どうしたら昼夜逆転で治りますかね。でも日々のことだからもう無理なんですよね。だからもうなんか早く寝ようと思ってももう寝れないんですよ。今までがもうそういう生活じゃなくなっちゃったから。そうだからね、どうしようって、もう目が冴えちゃって、この前広島駅食べて素晴らしいですね。なんか今日もうさ、これもうしない旅行かなって思ったんですけど、ちょっとなんか皆さんと話すことによって、ちょっとなんだろうな、何かをして何か終わったらよし終わりで休息タイムに入れるかなと思って、そう、多分今ショールームのあれが混んでるので、あんまあれかもしれないですね。でも写りが悪いならもうやめようかな。ブログ更新はね3月5日ですね。あと2日後にあります、ブログは。そうだよね、配信ラッシュでね、この9時からさ11時台くらいって本当になんかこの1年やってみても思うけど、結構こう見ますよね。でも一番この時間がね、たくさんの人に見てもらえる感ありますよね。やっぱお仕事終わってたりする時間がみんなこれぐらいなんですかね。そう、みんなねやれることをやってますね。少しでもファンの人に楽しんでもらおうと、みんな、そう、さっきね長坂の配信見てたんですけど、そう、あのね、そう、長坂とかもね毎日とかやりますって言ったんですけど、みんなね何か自分にできることを探して、ちょっとでもねファンの人に見てもらおうとね、考えた結果だとも思うのでいいと思います。いいと思います。一番一息つけるんじゃないんですかね。どうなんだろう、私は社会に出てないから。でも私もアルバイトとかしてた時、大学が終わってアルバイトが9時ぐらいまであって、10時ぐらいにとかに夜ご飯食べたりとかして一息つけるのがねこれぐらい
の時間だった気がする。確かに。この時間の風景見てると落ち着く。ありがとうございます。ね、いいと思います。ありがとうございます。これってさ、ちゃんと見えてる人には見えてるのかな、どうなんだろうな。まあまあ見えてるよっていう人がいるならもうちょっとだけ配信しようかな。でも見てらんないっていうならもうちょっと諦めてきっぱり切ろうと思います。この時間あたりに帰宅するから飯食いながら見てます。 ありがとうございます。あ、じゃあ今度あれですね、これぐらいの時間にさ、なんかご飯とかさ、なんか何かしらを食べればいいですかね。一緒に食べてる気になるのかな。そう、私一人暮らしになってさ、悲しいからさ、よく YouTube のさ、何か人たちがさ、ご飯を食べてる風、あの動画と一緒にご飯食べてたりするんですけどね、なんだこのさ、なんなんだろうな。なんかすごいね、画質があんま良くないよっていう人とね、見えてるよっていう人がいるけどね、見えてるような人がいるから続けようかな。じゃあもうちょっとだけやろうかな。ありがとうございます。そう、フッピとご飯、もぐもぐ配信苦手じゃなかったんですか。全然苦手じゃないですね。いつかやります。イタッチさん音符ありがとう。今日はやんないよ。今日はもうね、パスタ食べちゃった。今日はね、ウニクリームパスタを食べました。ウニって美味しいですよね。よくね、意外ですねって言われるけどね、ウニ食べれる人なんですよ。咀嚼音はね、咀嚼音 ASMR とかですよね。 ASMR のね、良さがね、分かんないんですよね、嫌いな人も。それこそさ、いつだったかな、日向坂さんのさ、やつで咀嚼音嫌いな人にわざと咀嚼音を聞かせようっていうなんか企画があったんですけどさ、それを見てさ、私もうわーってなりましたね。そう、よく結構さ、咀嚼音大好きとか言う人もいるけど、めっちゃ嫌いなんですよね。くちゃくちゃしてるのがなんか聞いてて何が気持ちいいんだろうってめっちゃ思いますね。私はあんまりくちゃくちゃして食べないって言いたくなっちゃいます。このぐらいの時間は PC でいろいろしてる。おお、お疲れ様です。お兄さん、タコありがとう。見た見たっていう人が見た。そう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 。ソシャクオン、シシ嫌い。かわいいよね。ねえ、だから ASMR の良さがあんま分かんないです。やっぱひな晩はだって、ひな晩は今日は日向坂さんの日ですね。ひな祭り。じゃーん。ひな祭りか。あられ食べたかったな。ひなあられ。ひな
もう3月か、なんかやけにあったかいなと思ったら3月か、早いね。あっという間に1年が半分経ちますよ。こんなこと言ってたらあと3ヶ月でもう2020年半分経ちますからね。怖いよ、非常に時の流れは早いからね。私もあと1ヶ月だ、やばい。え、待って、今日ひな祭りって3月3日ですよね。私4月3日誕生日なんですけど、あとちょうど1ヶ月で22歳だ。しんどい、やだ、やばい、怖い怖い、本当に怖いよね、本当に怖いよね。え、もう無理なんだけど、あと1ヶ月だ。うぅ、ピエン、耳の日、え、いや耳の日か、確かに。そう、年取ってしまうんですよ。やばいよね、本当に。え、本当にやばいよね、頑張んなきゃってめっちゃ思いますね。もうなんかいろんな活動、本当に一つ一つをさ確実に掴み取ってさ、本当に早くさ、もっと人気者になりたいなんか本当に急がなきゃっていう気持ちしかない最近。なんかもっとさ、もっとなんかさ、なんだろうね、もどかしいな、もっといろんなことしたいんだよなって思うけど、力が及んでないのがねすごくね、そう、時間を止まれって思うね、本当にそう思う。いやー、やばいやばい、まだ若いからいいよいやー、そうですね、早く人間になりたい。だってなんだ、えのんさんハートありがとう。いや、世間からしたらねきっと若いですよね。普通のね社会人とかだったら今同級生とかみんな就職活動してて、まあ来年、私たちの同級生は来年の4月でちょうどね新成人ってなってさ、22歳、みんな21とか22で21、22ぐらいでさ新成人なんてさ一番ピュアだね、フレッシュだねって言われるけどさ、この業界で言ったらさ22っていうのはもうその若いねって言われるあれではないので、社会だったら一番若いですよ。そうなんですよね、社会だったらね。今みんな就職活動してる。そうですね、だからみんなこの就職先決まって来年卒業したらそう一番若いねって、新成人だねって言われるけど、アイドル業界はそうもいかんのですですで、頑張んなきゃ、もっとなんかこんなうずうずしておれないですね。何でもいいからもっと知ってもらいたいですね。どうやったら知ってもらえるんですかね、すごい考える最近。今日で SKE 好きになって9年経ちました。お、素晴らしい。そう、焦ってるわけでもなんでもないんだけどね。なんか広島におじいちゃんとかも住んでてさ、でおじいちゃんになんか風花が活動しとるところをなんかどんなことしてるのって言われるから、確かにさ名古屋ではさこうアプリがあったりとかさ劇場があったりとかしてさ触れる機会もあるかもしんないけどさ、広島のしかもさスマホ持ってないおじいちゃんとかさは知らないわけだからさ、どんなことをしてるのか、本当に仕事あるんか大丈夫なんかって聞かれたりしてさ、なんか結構頑張りたいんですよね最近すごい思う。うん、どうしたらいいかな。そう、なんかねおばあちゃんはめちゃくちゃなんか他の人にスマホ借りたりとかして、なんか自分で結構検索して見てくれるらしいんですけどね。そうなんですよね、おじいちゃんに知ってほしいなって思います。老人ホーム巡りとかしましょうかねその老若男女、そうそうそう、なんか女の人にも好きになってもらいたいって言ったけど、確かに別にそれだけじゃなくてもさ、
保育園もあったりとか老人ホームもあったりとか、そういうのでもね違うと思う。結構おじいちゃんとかおばあちゃんって周りの人に話したりとかさ、なんか病院とか、あ、北江さんハートありがとう。病院とかさ、その近所の人たちとさ、めっちゃさ世間話するの好きじゃないですか。そういうのでさ、結構なんか SKE っていう人が老人ホームに来てなみたいな、でなんかそう別に SNS とかやってないから広まらなくても、なんかそのなんか広まりそうじゃないですか、そういうなんか知ってもらうっていう意味で。そうなんか思う、なんか若い女の子のグループ、なん SKE みたいな人たちがなんか来てのみたいななんかなりそう、なんないかな。でも別に SNS とかでさバズることだけが知ってもらうっていうわけではないし、そう、それで孫に伝えて孫が検索して好きになってくれるっていうのもあるかもしれないし、なんかできそうなこといっぱいある気がする。ミニモニとか、そうそうそう、私もね幼稚園の頃だったけど、そんな幼稚園とかの頃だから、なんかなんだろう、推しめのために活動するぞとかね、そういうのじゃなくて、普通にミニモニが好き、辻ちゃんかごちゃん大好きみたいな、辻ちゃんかごちゃん大好きでミニモニの携帯欲しいみたいな感じで携帯とか持ってたし、ミニモニのグッズ集めてたから、ちっちゃい子もねなんか興味持ってくれたら嬉しいですよね。そうで、なんかもうめっちゃミニモニ好きだった、テレビも見てたし、ミニモニね、そうモーニング娘。めっちゃ好きだったしね、本当になんかもっともっと人気になりたい。あとイクイズ22歳ですよ、困りました、本当に頑張ろう。子供に、そうですよ、子供に人気ありましたよね。ゆうかちゃんって広島の出身なの？そう、広島の出身。最初に好きな、それこそ48グループに出会う前は辻ちゃんですかね。そう、辻ちゃんが一番好きだった。もうね、でもそんな、あれなんだろうな、そうミニモニのなんかさいろいろシールとかも集めたりとかしてたし、テレビも見てたし、そう絶対そうだな、うん、辻ちゃんだな。一番最初に生まれて初めて好きになったのは絶対辻ちゃん、あのアイドル、その後がともちんですね。2番目がちゃんと小6ぐらいになって、でもオタ活をしたっていう意味ではともちんが最初ですけど、好きになったアイドルは辻ちゃんですかね。そうめっちゃ思う。そうだね。でもちゃんとなんだろう、 CD 買ったりとかっていうのは小学校5年生6年生ぐらいのともちんですね。それまでは辻ちゃんですね。好きだったな。辻ちゃんの写真集持ってる。そうなんだ。なんかね、なんだっけな、モーニング娘。のあのね番組があったんですよな、コントしたりとかいうテレビがね、それを見て好きになったのかな。あと普通にお父さんがなんか結構それを見てて、一緒に見てた記憶がある。あ、ハロモニかもしれない。そう、文房具セット全部モームスさんだった。だって、いいね。
あれあるよね、ミニモニーさんのやつはさ、黄色貴重のなんかチェックみたいなやつで、なんかそれ懐かしいですね。そういうの見てましたね、ちっちゃいながらに。懐かしい、あれ面白かったよね。ナッチ推しでした。あ、お父さんがめっちゃナッチ好きでしたね。オタクっていうわけじゃないんですけど、普通になんかナッチナッチ言ってました。記憶が正しければ絶対そう、めっちゃ言ってた気がする。可愛いですよね、綺麗だし。こんばんは、だってこんばんは。しかあーいいですよね。中澤お姉さんね、なんかでもさ、すごいさ厳しい感じだったけど、でも面白かったですよね。それぞれ面白かった、好きだったな。え、マジで。なんか寂しいな、握手会したいな。ね、早く収束してほしいですね。なんか手洗いうがいいっぱいしたらね、いいらしいですよ。めっちゃしてます。ちもにとかもあった、懐かしいね。後藤真希さんが入ってきた、あーいいんですね。推しって概念はいつ頃からあったんだろう。どうなんだろうね。でも私小学6年生でもピークにめっちゃもうともちんさん大好きで、めっちゃめっちゃいろんなグッズ集めてた時とかはもう推しメンは友人だよって、そういう話を友達としてたから、そう、どうなんだろうね。でも絶対なんかあれだよね、ミニモニさんとかが、ミニモニさんとかがさ、すごい活動してる時にはさ、推しっていうあれはなかったのかな。やっぱフォーティエイトグループかな、それって。どうなんだろう、推しっていうさ、そのなんだろう、概念っていうかさ、めっちゃなんか、でもそうですね、めっちゃそう思います。あれ止まっちゃったかな。動いてる。10分ぐらいしたら終わります。僕がモータのことはサイリウムもなければ推しってこともなかった。本当に、くすみこはるさん、めっちゃ可愛いよね。あのね、あれやってた、なんだっけ忘れた。くすみこはるさんはキラリンレボリューションをやって、インデボレーション面白かったな。なんか声の曲歌おうかな。そう、月島キラリ、そうそうそう。ゴーゴーゴーミアベイビーガーガンガンガンミュアレイジーボー、あるの
のかな、青春ガールズってカラオケに。ない気がする。あるか、公園の曲ってどうなんだろう。大人になんかなりたくないよ。パンの CM、 そう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 、パンの CM 出た人。じゃあ青春ガールズ公演の中で好きな曲は何ですか皆さん。一曲だけ言ってください。私は花火が一番好き。あ、でも約束でも好きだな。好きな曲一曲だけ言うとしたら、青春ガールズ公演で。じゃあ青春ガールズ公演一曲と鉄な一曲。うっちさんハートありがとうございます。約束よいいですよね。でも花火もね好きなんですよね。ちゃんとね歌詞の意味考えたらめちゃくちゃね切ない曲なんですけど、約束よめっちゃ多い。金にふっぴのふ何がいいかな。約束よが多い今のところ。青春ガールズ公演だけとりあえずね、鉄のアートで募集します。動物園。じゃあ青春一番多いのが青春ガールズか。何が多いかな。え、何がいいですか。一曲だけ。ビーチサンダル。ビーチサンダル約束用が一番多いかな。何が多いと思いますか皆さんが。コメントで見た感じで今約束用の文字が多い気がしません。でも青がも多いかな。何が見たいんだろう。みんなが見たいやつじゃないとあんま意味ないからな。約束用が好きなんだねみんな。投票はしません。なんか画質がちょっと今日不安定なので。約束なんだ、いいよ。約束でいいですか。じゃあ約束よ歌います。あるかな。意外でしたね。これはもう私がもう一番最初に青春ガールズ公演に出た時にも泣きながら歌った曲ですね。あるかな。これどうやって調べるんだろう。検索の仕方がわからない。曲のちょっとくるくるしてるし。塊になってチャチャララ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 。どうやって調べるの。あ、約束ではないってさ、検索結果がゼロですって出た。絶対ないやん。じゃ何も青がの曲絶対ないやん。え、どうやって調べるの。調べ方がわからないんですが。誰か教えて、誰か教えて、調べ方はもうわからない、出てこないわよ。え、どうやって曲調べるのこれ。え、どうやって調べるの。曲がさ調べられないの。何これ。えっ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 
でこれ調べられることできないのかな。え、何これ、どうやってやるの。え、できないかも、調べ方わかんない、出てこないんだもん。曲名打ったら出てくるよね普通。でもね、出てこないの、わかりません、なんかわからない、なんかね、どうやったら調べられるの。なんかね、アーティスト名でしか、ね、調べられないんですけど、今までどうやってやってたっけ。